速稼塾の久保です。現在ですね、この西粟倉村っていうところで、なんか手頃な物件ないかなと思って西粟倉村賃貸で検索してるんですけども、ちょっとないんですよね。例えば一番上見てみると、このクラシカっていうところが西粟倉村にあるそうなんですけども、最新物件情報行くと、ないんですよね。全部ゼロ。ここはまあないのかなと思いまして、次行くとミニミニってところがありますよね。そうすると賃貸が出てないということですよね。じゃあこちらの方はどうかなと思うと、該当ゼロ件。はあ、アパマンショップはさすがにあるでしょう。あ、ない、ゼロゼロゼロ。では賃貸スタイルさんはどうかな。ゼロ件ですね。何なんでしょうね。もう見つからないと、ここも。賃貸マンションもないと。賃貸がないですね。ここはどうかな。あった。大字長尾ってところに一軒ありますね。でも情報が何も出てこないですね。ラックハウスっていうだけで。じゃあこちらは大技影石の方見てみましょう。物件情報が何もないと。小学校が賃貸。あ、一戸建てがあるな。一戸建てがあるのが、なんとかなりそうなんで。あ、これ販売ですね。2150万か。16年なんでそんな古くないですね。まあでもちょっと写真もないんで購入には至らずということですね。こちらホームズさんはどうかな。ちょっとないですね。ホームズさんでもない。もう一個空き家バンクで見てみましょう。一軒ありました。売却か。これはここ買うとちょっときついですね。賃貸ならいいんですけども。あとは会社の営業所みたいなところ、工場みたいなところですね。980万。賃貸10万か。さすがにここで10万は高いな。まあでも、ここだけか。ここだけですね。工場なんで、住居には適さないと思うんで、ちょっと高いかなと思うんですよ。お風呂とかはないと思いますしね。厳しいですね。ただまあ、ここで10万って考えたらすごい安くないですか？住むって考えたらちょっと難しいですけどね。賃貸のトライはどうでしょうか？変更後、物件なんとか。お探しのありませんと。西粟倉村の賃貸アパートありません。ほとんどの、ところでないというね。ない、ちょっと難しいですね。これは何だろう。ちょっとこれは分かりません。また細かく見てみないといけないかな。賃貸物件口コミ、はい、もうこれ最後にしましょう。申し訳ございません。ありません。ないです。ということでした。どうやらね、西粟倉村に住まいが見つからないということになりました。